もう寝よっと。馬に乗りなさい。老婆が焼け死んだ。バスで行きましょう。テニスは好きですかトムは元気そうだった。彼女の肌は滑らかです。あいつらのミスリだよ。 チップを置きましたか。ナイフで怪我しちゃった。く時さんに二度登ったことがある。学校まで10分で歩いていける。あのビルには誰も住んでいないよ。僕はテストでひどい間違いをした。 ペットの猫が昨日死んじゃったの。アイルランドは西ヨーロッパにある。値段は安いですが、品質はあまり良くないです。止まった時計も1日に2回は正しい時刻を示す。 何か聞きたいことあったら遠慮しないで聞いてね。私たちがそこへ行くかどうかを決めるのは君の責任だ。